いろいろあります、個人的に青のりをかけて、うん、鰹節をまぶした鶏卵かけご飯と一緒に食べるのがたまの贅沢です、うん、畑の肉ではなく本物のお肉食べたいですいい、ね、健康にいいんだけど、どうやって食べるの？タレ使う？タレ使って、僕お腹空いてる時は豆腐も混ぜちゃいます。豆腐混ぜて、だしのつゆかけて多めに、でその卵の黄身だけとかね。いいね、うまいですね。青ネギパラパラって。青ネギ最高、はい、いいね。でも豆腐ぐちゃぐちゃするのだけは理解できねえな。汚らしい。いや汚らしいんだけど、あのかさ増しっていうかね貧乏だから。貧乏だからじゃないですね貧乏だからじゃなく、納豆僕 ご飯結構山盛りに食べるから、うん、納豆1パックだと少ない、うん、でも2パックだと多いっていう時に、うん、ちょっと納豆かさ増しテクっていうかね、豆腐で、はい、貧乏くせえ。いやビーンいや聞いた。豆腐ハンバーグ食うタイプだろお前。豆腐ハンバーグは食わないですそれ否定派です。本当あんな肉じゃない、肉だと思って実は豆腐なんてあんなありえない話ですよ、うん、はい。なんだと思ってますか。ここ豆腐ぐちゃぐちゃにする。いやそれ納豆だけです。納豆だけです。豆腐ぐちゃぐちゃにするやつちょっと信じられない。ごめんなさいごめんなさいやめますやめなくていい、やれいいよ大好物なんだから大好物で時もありますよって。時々ラジオタック吉村 FM 長野。平子さんはご飯が炊けたら豆腐をぶち込んでかさ増しさせてるって本当ですか？ちょっと言っただけだ。盛りました。作ったんですよ。さっきの話。そう。嘘なんですよ。ラジオネーム、タク吉村、FM 長野。おい、平子、お前かさ増し人間だからよ。コーラに水道水入れて飲んでんだろ、このクソ貧乏に。ダメな、俺そんなダメなこと言いました？いや、結構ザラにやってますよ、みんな。帝国の旅。FM 群馬、平子さん、あんた貧乏なのかい？豆まきで余ったやつやるから重症者。なんこれ、うん、気分悪いですわ。今日帰ったらね、豆腐ハンバーグも食べるの。もう二度と食べないですよ。豆腐ハンバーグ。いや、悔しいっすよ、ちょっと人の食生活、ちょっとラジオで言っただけで。真似してみました。意外と美味しかったですか。そういうことでしょうよ、普通。なんだよ、かさ増し人間って。かさ増し人間。いや、気分悪いっすよ、さすがに。かさ増し人間。絶対言われたくないっすよ。ラジオネームね、バラマンディ、FM 群馬。おい、かさ増し人間、平子。お前、貧乏なんだってな。じゃあ、今日歩いて帰るのか？筋肉痛にならないように気をつけろよ。何なんすか。貧乏なんだってな。貧乏じゃないっすよ。車乗ってんだもんな。俺車乗ってんすよ。かさ増しした車。かさ増しした車って何すか。何かさ増し車って。してないの。してないですよ。ニコイチにしてんじゃん。事故車と事故車こすげない。ニコイチのやつ。ひどい。一生懸命買った車なのに。ネームドスコイパンダ FM 氏が、平子さんは貧乏だからしこった後のティッシュで鼻をかいて。ひどいわ。ちょっと、なんだ、俺豆腐の話しただけでしょ。ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン。平子、ちょっと言われたからっていじけるなよ。お前のそういうところが人を不快にさせるんだよ。今日は高円寺の道端に生えてるヨモギにな、豆腐ぶっかけていかせくれるなよ。いや、嫌な気持ちになりましたね。ヨモギと豆腐。ポン酢でな。ポン酢でないじゃないですよ。いや、なんで僕のこと言われんの。じゃあね、論より証拠の大ライス。出ましたね。平子さんのプライドのかさ増し。とにかくいじられると、本気で不機嫌になる平子さん。ふがしの次は、豆腐でかさ増しですか。どちらにせよ人として中身がないことに変わりありませんね。てめえの車のホイール豆腐に変えてやるよ。ふざけんなよ。冗談じゃないよ。いやー、くだらない。なんしょうもないよ、本当に。